それではですね、JB はですね、今もう全米サーキットですね、もう行っちゃったんですけど、日本から、離れてるんですけどですね、JB からのメッセージを、ここでどうぞ。もう中でも、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、23日に、正式にアメリカに立つことが決定しまして、期間は半年間なんですけども、前回の1ヶ月半よりはものすごく輪をかけてプレッシャーありまして、すごくアメリカっていう国を本当にノリオと2人ですごく大好きな国になって、すごくいい勉強にもなりました。来年の4月に帰ってくるんですけども、6ヶ月間の間、皆さんの頭の中に JB エンジェルスの山崎と立野を頭の隅にでもいいから置いてください。前回は1ヶ月半という、初めての、ね、海外遠征を経験したんですけども、今回は6ヶ月ということで、最初は3ヶ月からね、3ヶ月ぐらいかなって言ってたんですけども、向こうの要望で半年になりまして、帰ってくるのは来年の4月ですね。そうですね、すごくね、ニューヨークをはじめもう全米あっちこっちも飛行機で飛び回って、もう本当に日本はバスに乗ってればね、会場に運んでくれるというスタイルなんですけど、とにかくもう自分の荷物は自分でという、もう本当に大変なんですけど、その上英語は喋れないというちょっと問題がありまして、とっても大変なんですけども、半年間はどうかな、一生懸命ね頑張りたいと思います。前回以上にね盛り上がるように、本当に6ヶ月間、こっち日本ではもう試合はもちろん上がらないんですけども、私たちはその間日本のファンの人たちがどういうふうに私たちのことを応援してくれるかっていうのはすごく興味ありますし、また今度4月に帰ってきた時に、リングに上がった時にもう本当にバリバリにパワーアップで、今までにないまた新しい JB のね、そんなこと言っちゃっていいの？ちょっとね、秘密にしてもね、頑張っていいものを見せたいと思いますので、それでもってね次回ねこのビデオでね、はい、向こうの活躍をね多分載せてくれると思います。それじゃあ元気で行ってきます。行ってきます。